ついてくついてくはいどうも、カニカワ TV のゴッドです。ゴッドは今、静岡県相原郡にある道の駅奥大井おとぎの里にやってきております。なぜここに来たかと申しますと、腹が痛かったからだー。つらっ。それでは本編行ってみよう。はい、これからですね、夢の吊り橋というところに向かおうと思います。よし、意外と山道を走ってきましたけど、モーターアシスト切れないものですね。まあ切れる寸前でしたけど、なんとかなりましたね。なんで使い方次第では全然不便じゃないですね。そんな一般道で山道がめちゃくちゃあるところってあんまりないと思うので、まあ、そういう風に考えた時にですね、あのネット上でよく言われているモーターアシストがなくなると遅くなるっていうのはあんまり気にしなくていいんじゃないかなとは個人的には思いますけどね。静岡茶有名ですからね。もしね、あのライダーさんがいたら野営したいなと思います。遭遇するかどうか分かりませんけど、僕何年か前かな、いや1年ぐらい前かな、ちょうど車から野営をしてみましたっていう動画をですね出したんですけど、音質がめちゃくちゃ悪くてですね、再生回数確か500回ぐらいしかなかったんですよ。できれば野営したいけど、さっきあの道の駅にいたんですけど、あの道の駅にいた時はあのライダーさん全然いなかったんですよね。だからもしかしたらライダーさんにあの会えないかもしれない。野営する時はこういうカーブとかではしないで、直線でライダーさんとか安全な向きに野営しないと、車ライダーさんに危険が及んでしまいますので、しっかりとですね相手の状況を見ながら野営していこうと思います。こういう時にですね、こういう時にこう手出して野営ってするのが正解なんですよね。
然 VTEC に入ってない。今2000回転ぐらいだったんで全然 VTEC 入ってない。
CATR じゃない CRV だ。燃費にもよろしくないし、クラッチにもあんまよろしくない。
まあ、それは覚悟の上でやっておりますから重々承知しております。競馬に譲ってあげようよ。こんな人、へい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 、あーバイク来て、あーコーナーだ、コーナーじゃダメだよ。うん、まい、こういうストレートの時にやえして、やえーっと、いやもう着くやん、もう着いちゃうよ、着いちゃうよ、着いちゃうよ、もう着いた、着いたよ、はい、着いてしまった。どこで金払うんこれ、分かれへんやん、どこでお金払えばいいんでしょうか。料金箱、ライダーさんが困っていたので声をかけます。両替、6000円出しましょうか。全然大丈夫ですか。全然500円玉ならありますけど、1000円札とかあります？大丈夫、200円ならあっちに。はい、大丈夫、いいいい、好きなんです。ありがとうございます。かっこいいバイク。着きましたね。夢の吊り橋2キロ、まあ、さっきですね、あのライダーさんが両替できますかっていう風に係の人に聞いてて、係の人はちょっとないですっていうような感じだったんで、全然僕1000円札もありましたし500円玉もあったんで、僕払いましょうかって言ったんですけど断られましたね。なんか200円のところがあったみたいで。次回ゴッド夢の吊り橋に挑戦する、一体どうなることかとご期待。怖っ。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今後も視聴者さんのカーライフに役立つ情報発信に努めてまいりますので、チャンネル登録をし応援のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。